皆さんこんにちは、ペツでございます。横澤物語に続きやっていきましょう。1414回目ですね、九州場所の後半戦となります。いっぱいで迎えました下田千里さんは、今日は猪熊さんとの同門対決。松山千里さんは今日は雷光さんと勝ち越しを狙います。一条さん、今日のお相手は関脇ゲイブナダさん。猪熊さんは下田千里さんとの同門対決、5連勝の後の3連敗。デミーズさん、今日は大関同士照ノ花さんと、大宮さんは勝ち岩田さん、堀川さんが立ち風さん、これ以上は負けられない。黒門さん、今日は虹の海さんと、中田千里さん、今日は横綱油の浩二さん。そして同門対決ですね。さあ、ここで中田千里さんが勝てば1敗並びます。黒門さんは7勝1敗の虹の海さん、大宮さん、今日のお相手は勝ち岩田さん、5勝3敗。下田千里さん7勝1敗、猪熊さん5勝3敗の同門対決。突き落とし、あっさり決めました。下田千里さんが勝ち越し、松山さん勝ち越しを狙うと1番、4勝4敗の雷光さん。うちもそはこらえられた。さあ、もう一回、もう一つ寄ってくる。追い込まれた松山さん、差し替わってすくい投げ、土俵際決めました。勝ち越し8勝1敗。堀川さんは今日は5勝3敗の立ち風さんと大関同士の一番。下手出し投げ、ここは立ち風さんを破ります。レミズさんは5勝3敗、こちらも大関同士。テルマハさん、勝てば勝ち越しの8勝1敗。追い込みます。そして突き出し、決まりました。デミズさん勝ち越し8勝1敗、油の浩二さん8連勝、そして7勝1敗、中田千里さんとの同門対決。先に仕掛けたのは中田千里さん、突きが入る。まわしを持っているのはまだ中田千里さん。油の浩二さん手が出ない。追い込まれました。そのまま突き出し、油の浩二さん、ここで連勝がストップ。結びの一番、一条さんは5勝3敗、関脇ゲイブナダさんと。追い込みました。そして突き出し、ここは一条さんきっちり抑えました。中田千里さん、油の浩二さんも破って金星獲得。松山さん、下田千里さんもきっちり相手を仕留めました。大宮さん9連勝、黒門さんは虹の海さんに突き出しで敗れてますね。赤月さんも敗れてるね、小手投げで。9日目終了、これで8勝1敗がトップ、6名ですね。7勝2敗が2人、さんは5勝4敗まで、ね、下がっちゃいましたね。では10日目いきましょう。下田千里さん、今日は影郎さんと、松山さん上と当たります。今日は油の浩二さんと一敗同士。一条さんは立錦さん、猪熊さんは大憲法さんと、根水さんは竹の富士さん、大宮さんは虹の海さん、堀川さん、今日は鬼平さんと、黒門さんが出羽三山さん、中田千里さん、今日は浅井誉さんと、そして結びの一番、油の浩二さんは松山さんですね。あ、結びの一番ではないが、取り前。黒門さんは3勝6敗の出羽三山さん、
大宮さんは8勝1敗の虹の海さんと、猪熊さんは6勝3敗の大憲法さん、下田千里さんは3勝6敗影郎さん、中田千里さんは5勝4敗の朝日誉さん、堀川さんは勝ち越しをかけての1番4勝5敗小結鬼平さんとの対決。寄り倒します。ここで勝ち越し8勝2敗。出水さんは竹野内さん、お相手は5勝4敗結構負け先行のスタートだったんですけどね。竹野内さん続けば5勝4敗1つの、ああここは突き出した。これで竹野内さんまたタイに戻します。8勝1敗同士のどうも対決、アブラム浩二さんと松山さん。ここは横綱突き通し、一気に1回寄った、追い込んだ。二丁投げ、これは決まらない、寄り切りごめんなさい、横綱貫禄の勝ち。結びの一番は一条さん、小結びの立ち錦さん、お相手8勝1敗もう勝ち越しております。ここは下手投げあっさりいきました。ここで一条さん勝ち越し8勝2敗。あとは、あ、猪熊さんも今日は勝ちましたね。大宮さんは10連勝、黒門さんはここで勝って、勝ち先行になったのかな、タイやったかな。はい、ということで10日目終了しました。9勝1敗が我が部屋、アブランコジさん、デミジさん、中田中二さん、下田中二さんの4名、8勝2敗で一条さん、堀川さん、松山さん、そして、立ち錦さん、猪熊さんは6勝4敗やね。終了、大宮さん一人旅10連勝、玉鉄さんが9勝1敗、黒野さん5勝5敗のタイに戻しております。では11日目、まあまあ展開早い、まだ7分半。松山さんが出水さんと一条さん、鬼平さんとね。堀川さんが立ち錦さん、アブラム浩二さんが竹野富士さんとですね、黒門さんは4勝6敗の越吹雪さんと、大宮さんは2勝8敗高野山さんと、猪熊さんは4勝6敗の桐風さん、下田千里さんは綾野国さん、お相手は2勝8敗中田千里さんは4勝6敗の赤木岳さん、8勝2敗同士堀川さんは小結び立ち錦さんとの一番となります。ああここは立ち錦さん寄り返してきました堀川さんマシが取れない、苦しい戦い。差し変わらない、ここで防戦一方となっている。ようやく突きが入った上手出しだけ、これもこらえます。突きが入る、2つ入った、押して追い込む。土俵際しぶとい立ち錦さん、ここで突き出し、なんとか勝ちました。2敗を守ります。出水さん9勝1敗、松山さん8勝2敗の同門対決。ここは寄り合いになりました。内掛け、出水さんこらえる、松山さん今度は下手投げ、これもこらえた。残った
残った蹴たぐり、おお、これもこらえる。とったり、出水さん、ここで大技いっぱいを守りました。油の小路さんは5勝5敗の竹の富士さんと、ケタグリー、アブランコシさん勝ちました。結びの一番、一条さんは4勝6敗の鬼平さん、敗れると7敗目。おしみひがつ鬼平さん、押し出しました、一条さんの勝ち。あとは、まあ、テルマハさんと順当勝ちですよね。猪熊さん、桐和さんを破っている。大宮さんは全勝キープ。黒本さん、今日はとったりで破っています。これで勝ち先行。11日目終了、 10勝1敗が4名、状態変わらずですね。このまま12日目参ります。下田千里さん、下と当たる。松山さん、今日は神様一条さんと。インドを渡すか。小宮さんは大旋風さん。堀川さん、今日は出し投げの得意な竹野さん。黒門さんは陣馬さん。中田千恵里さんは西大さん。油野浩二さんは立錦さんの方と、はい、黒門さんは5勝6敗の陣馬さんと。大宮さんは8勝3敗大旋風さんと。猪熊さん、勝ち越しをかけての一番、3勝8敗飛燕さんとの対決。飛燕さん、今場所はもうすでに負け越してしまっております。外掛け、足技を決めて勝ち越し、8勝4敗下田千里さんは5勝6敗の山吹さん。中田千里さんは3勝8敗西大さん。堀川さんは5勝6敗小結び竹野さんとの対決。押し出しました、堀川さんの勝ち。出水さんは4勝7敗小結び鬼平さんと。下手出し投げ、出水さん勝ちました。アブラン小石さんは、8勝3敗小結び立錦さん。残った、突き、そして寄り2つ押して追い込む。ぶっちゃり、アブラの小石さん敗れました。2敗目、一条さんは結びの一番で8勝3敗同門対決、松山さんと。残った、さあここは松山さんがより2つ入る、より3つ入った、追い込まれた、まわしが取れない、どうした、一応さん寄り切り、松山さん勝ちました。横綱2人が敗れる波乱。大宮さんは全勝キープ、黒門さんは敗れて、これでまた大化6勝6敗ね。12日目終了、11勝1敗で3名、10勝2敗が2名、一条さんもまさかの敗戦、松山さんは9勝3敗、猪熊さん今日勝ち越しました、8勝4敗です。終了、大宮さん全勝キープ、一
6敗で追いかける玉隼人さん、黒門さんは6勝6敗では13日目同門対決となります。黒門さんは2勝10敗の高野山さん、勝ち越しまではあと2つ。大宮さんは11勝1敗1敗で追いかける玉隼人さんと、猪熊さんは7勝5敗の虎ノ海さん、下田千里さんは4勝の8敗の沼津長さん、松山さんは4勝8敗小結びヒエンさんとの一番。ヒエンさんは、ヒエンさんじゃない、鬼平さん、鬼平さんは今場所負け越してしまっております。昨日は横澤も破った松山さん、ここは先手鬼平さん寄りが2つ、前足が取れなくなった、ここで立ち変わる松山さん寄り直す、しかしすぐに回しを取る、さあここで止まりました。寄り直して真ん中に戻す、再び鬼平さん寄ってくる、2つ3つ、土俵際返せるか、上手投げ、これは失敗、まわしを取ったのが鬼平さん、これは苦しい松山さん、なんとか土俵際から揺り返す小手投げ、逆転勝ち。タイミングも見計らっていたんでしょうか。11勝1敗同士となりました。出水さんと中田忠里さん、同門対決。さあここは中田忠里さんの押しが入る、中田千里さんの突き、追い込んだな、中田千里さん土俵際外掛け決まらない、レミさんなんとか突き返す、ケタ振り、これはかわした、もう一回押し込む、ケタ振り、土俵際中田千里さんが1敗を守ります。2敗同士の同門対決、アブラムコイさんと堀川さん、ここは堀川さん得意の懐に入った、寄りが2つ、一気に行くのか、押しに入った、土俵際マーシュを持っている、送り出しは失敗、あけたぐり、沈んだ堀川さん。結びの一番は一条さん8勝4敗大関立勝さんと、混んでたけどもったいない一番となってしまいました。残った。下手出し投げ、一条さん劣勢の中うまく出しました。猪熊さん勝ってますね。尾宮さんは全勝キープ、黒門さんは敗れました。これで負け先行になりました。13日目終了、12勝1敗で中田千里さん、下田千里さんが現在トップ、11勝2敗で油んこいさん、デミーズさん、堀川さんは痛い3敗目となります。14日目、
立ち指さんは下と当たる、松山さんは竹野内さん、一条さんと堀川さん、デミズさんはアブランコイさん、大宮さんはシリュウさんと、さあここは神様と戦う堀川さん、黒門さんは玉隼人さん、中田千里さんはテルマーナさん、結びの一番アブランコイさんはデミズさんとね、黒門さん、さあここで負け先行となりました。今日は11勝2敗現在終了では2番手の勝ち頭、玉隼人さんと、玉隼人さんのドドン突き寄りで追い込まれました。突き出し、黒門さん敗れて負け越し、6勝8敗。大宮さんは6勝7敗のシリュウさん、これはパスします。犬熊さんは5勝8敗、沖野桜さん、これもパス。下田千里さんは3勝10敗の遊郭さん、松山さんは6勝7敗、小結び竹野内さんとの一番。残った。ここは松山さんの小手投げが決まりました。中田千里さんは今日は大関照ノ富士さん、相手は9勝4敗。外掛け、これはこらえた、渡辺もこらえる、照ノ富士さん寄ってきました。突きが3つ入る、一気に逆転。寄り切り、中田千里さんが勝ちます。11勝2敗同士、油野浩二さんと大関デミさんの同門対決。叩き込み、油野浩二さんの勝ち。結びの一番は10勝3敗同士、一条さんと堀川さん。2丁投げ、ここは堀川さん一条さんを破ります。下田千里さんは遊郭さんをきっちり破って1敗をキープ。猪熊さんも今日は勝ちました。大宮さんは全勝をキープ。黒本さんは今日敗れて負け越しが決まりました。14日目終了、13勝1敗で中田千里さんと下田千里さん、本割は確か終わってますね、ちょっとどっち勝ったか覚えてないけど、12勝2敗で油越さん、11勝3敗デミズさん、堀川さん、松山さん、一条さんは10勝4敗、猪熊さんも10勝4敗、会では東嵐さんだけが勝ち越している。大宮さん14連勝、黒門さん6勝8敗というところ。では千秋楽、さあ両者とも1敗守れるかですね。守れれば優勝決定戦。黒門さんは10勝4敗の鈴鹿駒さん、大宮さんは、暁さんとですね、暁さん今場所は11勝3敗、まあ来場所ね幕内上がるでしょうというところ。さあ大宮さんはもちろん暁さんとは戦えるパラには仕上がっております。伸びしろも来場所まで、ここは追い込んだ、寄り切り、大宮さん強い、全勝で十両優勝を飾っております。猪熊さんは4勝10敗の大雪山さん、これはパスします。終われば11勝4敗。
下田千由里さん、7勝7敗の荒井坂さん、これはあえてパスします。そして松山さんは9勝5敗、小結び立ち西さんと。切り返した松山さん、千秋楽は敗れる。中田千里さん、千秋楽の相手は8勝6敗、ゲーム7さん。下田千里さんの結果はまだ見ておりませんけど、ここは勝って残りたいところ。ここを破れて下田千里さんが勝っていると下田千里さんの優勝が決まります。高田さん追い込んで突き出し、14勝1敗で終了。出水さんと堀川さん11勝3敗同士の一番、勝った方が12勝3敗で終了。まあいい争いやね、付き合い押し合い。お、ここで2つ入った。まだマシを持っている。追い込んだのは堀川さん。土俵際押し出し、堀川さんが12勝3敗で終了。九州場所結びの一番、10勝4敗の一条さんと、11勝2敗だっけ、油の恋さん。一条さんは今場所ちょっと精彩を欠いている。まあそれでも2桁勝ち。残った、追い込んだのは脂っこいさん。一条さんと表現は粘る。これはいい争い。おお、一条さん怒涛の突き。追い込むか。追い込んだな一条さん。怒涛の突き、圧倒したし、勝ったのは一条さんを。一条さんは11勝4敗、アウランコイさんは12勝3敗か。下田千里さんも勝ってますね。この後は優勝決定戦。クロモンさんは9敗で終了か。6勝9敗やね。はい、ということで九州場所、まずは星取り票、一条さんと出水さん、夏山さん11勝4敗、アブランコイさん、堀川さんは12勝3敗、中田千里さん、下田千里さんが14勝1敗、三役竹野内さんと鬼平さんが6勝9敗で負け越し、猪熊さん11勝4敗、十両は大宮さん全勝優勝、黒門さん6勝9敗負け越しました。では優勝決定戦、中田千里さん、下田千里さんのお二人。下田千里さんが勝ったんだっけ、本割は。作った、下田千由里さんの勝ち。優勝下田千由里さん、技術技能賞松山さん、関東賞下田千由里さん、主君賞中田千由里さんという3勝。
さあ、これで、新年度84年目に入ります。まずは、親方能力ね。ああ、5の10の9の10の10、うん、で、部屋記録はこれは番付は変わってないか、マーク、うん、また塩発動か。ここは誰が優勝したっけ、どっちだっけ、下田中里さんやね、初優勝かな。あ、2回目だ、そうだ、先々場所優勝してますね。で、番付は変わってないんだ、これ。そしたらね、竹野内さんと鬼平さん残ったままになっちゃってるから、あ、例のね、潮発動ですね。大宮さんはこれは助かったんかな、逆を言えば、15ポイントね、持ってきますね。猪苗代さんと銀鱗さんが、お顔出してきましたね。赤月さんもだから重量のままっていう形か。はい、というわけで次回からは、新年度初場所ということになります。今回もご視聴ありがとうございました。それではさよなら。